吉さん環境を変えなくちゃいけないですよね。でも今私たちが日本に住んでるって環境ってそんなに悪いですかねいい環境だとやらなくなる悪い環境だとできなくなる一体どうせやりにいいって話じゃないですか。環境ねだって収入は先細りする社会負担は上がる。 まあ税金も基本的に上がる。日本という国は衰退していく。で、衰退していくから私たちが稼げないのかなって考えた時に、これはちょっと違うんじゃないかなと。一人一人が自分の力を上げていかないから日本全体が上がっていかないっていう考えた方が、まあ、まっとうだと思うんですよ。例えば日本という国が自分たった一人でやられてるとしたらどうですかね 自分の力が上がったり下がったりすることイコールが日本が上がが上っったり下がったりり下するわけでしょでそうなると日本人6,000万人の有効労働人口がいるというふうに言われてますけども6,000万人全員がね一歩前に進むと6,000万歩一歩前に進むんで国としてはぐっと底上げされるわけですよ。でも一部の人がいくらね頑張ったところでほとんどの人が堕落したりやらなかったり失敗すれば。 まあ失敗自体が悪いわけではないですけどもそのまま失敗を放置すればガクンと下がっていって結局6千万歩後退するんですよね一人の人が100歩進んだところで全く引っ張っていけないんですよだからね収入が低いからどうするっていうことを今までは会社が考えてくれましたよ国が考えてくれましたよでもこれからは一人一人が自分のこととして問題解決をして 環環境境をを変変えててていいくっっこととしないと環境が変わるのを待っていちゃだよねまずは環境を変えていくやらざるを得ないいけない状態を作るっていうビジネスの第一歩を多くの人が失敗してるんじゃないかなと思いますけどいかがでしょうかちなみに最近オミクロン株っていうのが出てきてなんか報道されてるんですけども「オミクロン株が猛威を振るってます!」今日の感染者1名ですどこが猛威やみたいなねツッコミが入ります。 で実際オミクロン株ってどんな症状が出るのかっていうと重症化すると寝汗をかくそうです何なんですかねもう本当にアホかと言いたくなりますけどもいってらっしゃい。